はい、今日もキングスレイドを楽しくやっていきましょう。スピルと申します。出先でゲームをやっていて、なんか困ることってないですか私ね、まずね、電池が持たない。あと、通信容量が結構気になるっていう、この二つがあって、今日は、この、電池の持ち、設定でどれぐらい変わるかなっていうのを、ちょっと検証しきたいと思います。高設定、低設定、どう変わるのかなっていうのを検証していきまーす。 まず設定ですが、高画質、低画質っていう風に呼ばせていただきます。まず、高画質の設定ですが、テクスチャー、高画質。電力消費、高性能。待機モードはオフ。トゥーンシェーダー、影とかですね。これは全部オンにしてあります。戦闘オプションですが、スキルカメラ、レイドパターン、ダメージ表示、状態、アイコン表示が全部オンになっています。 まあ多分デフォルトの設定ですね。最近のあの高性能の携帯ならこれになってるかと思います。で、低画質の方の設定ですが、あの高画質とはまた別、ん高画質だったら低画質、オンだったらオフみたいに高画質の方の設定と逆の設定を全部つけています。単純にね、あの右の低画質の方が画像画質かななんかのぺーっとしたちょっと白っぽく見える感じですかね。 であと、スペックの問題かどうかちょっとわかんないんですが、結構ね、あのー、低画質の方がキャラクターがちょこちょこと飛んでますね。あの瞬間移動してる感じ。まあ、それを別に気にするか気にしないかっていう問題もあるんですが、まあ、多少はね、見た目変わってくるみたいです。で、えっ、ー、と、ゲームの速度に関しては、 そこはそんな何か関係してくるとは思えませんでした。あのー、ロードが速いとかね、なんかその違いは特にはないんじゃないかなと思います。うん。ちょっとね、正確に何秒っていう風には測ってないのでちょっとわかんないですが。うーん。でね、あと、やっぱね、スキルカメラ、あのー、スキルが発動するときにキャラクターによるカメラ。 まあ、これがね、ちょっと目にしんどいっていうのがあるので、普段から私は結構切ってます。うん。正直なところ、あのー、実況するときはね、ずっと載せてたんですが、最近はそれも切りましたね。えっ、ー、と、今、高画質の方で見れるかなキャラクターが、えー、何か発動するときに、ふっとね、そのキャラクターによるんですよ。カメラが。それがね、結構目がしんどいかな。 で、あとは戦闘中の見た目、どれぐらい違うかなまあ確かにね、あのー、いろいろ低画質の方が素朴はなってるはず。まあそれほどね、気にするほどのことではないかなという気がしています。一番困るのが、あの、バフでバフの表示がされないっていうことが大きいですかね。あの、例えば、九章だと状態上向こうっていう文字が、 敵さんの攻撃、敵さんに攻撃やってた時にパッパッパッと出るんですけども、これが表示されないんで、バフが効いてるのか、あデバフが効いてるか効いてないのか、これがまずわからないと。まあ、正直その状態異常命中とかはね、結構致命傷になりかねないので、そこはちょっと辛い。えっ、ー、と、正直その熱かなあのー、携帯のね、熱は両方持ってました。もともとこれ古い携帯を使ってるので、 サバガね、サバガの携帯、すごい古い携帯をつく使ってるので、電池はね、消耗激しいんですが、それにしても、まあ、結構えげつない量の発熱をしてたかなと思います。さあ、では、えっ、ー、と、高画質で1時間、低画質で1時間、両方とも録画したのがあるので、まあ、最後のね、バッテリーの減りがどのぐらいあるのかっていうのを見ていきましょう。 あ,あ、そうだそうだ。あの、1時間ね、あの、セントの状態、バッテリーが100%の状態から1時間。バッテリーが1時間、わけわかんない。<laughs> 高画質の設定で、バッテリーが100%の時から1時間動かして、バッテリーが何になりましたよ。低画質の設定で、バッテリーが100%の状態から1時間動かして、 バッテリーが何パーセントになりましたよっていうのを表示します。うん、伝わったでしょう。多分、OK。はい、こっちがですね、高画質の設定の方で1時間録音、録画した結果です。右の方に、えー、時間が表示されてるのが継続して録画した時間になります。で、えっ、ー、と、バッテリーがね、そろそろ出てくるはず。 えーち,ょね、ちょっと待ってね。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 まだ、まだ、まだ、まだまだ,だよ。まだだよ。まだ出ないよ。まだ出ないよ。まだ出ない。バ、ま、ナ出ない。まだ出ない。まだ,いまだい、いつ出んのいつ、<laughs> あれあれいつ出んのいや、出た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 。あー、ちょっと待って。いろいろ見えてる。いろいろ見えてる。いろいろ見えてるけど、まあ、問題ないか問題あった問題あなかったどっち ?56% でした。はい。えー、ちょっと待って。はい。56%ね。56%。 はい、こっちがね、低画質。さっきよりもね、動画短くした。最後の、最後の、あの、カット、カット、かなり短くした。だから、すぐ出るはず。すぐ、すぐ出てくるはず。こっち、あー、出た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 。わかんないわかんない。ちょっと待って待って待って。行くあ早い早い早い,早い。ちょっと待って、あちょっと…あ、わかんない。見えない見えない見えない。あー、終わっちゃってる。止まってる。止まってる。終わっちゃった。ちょっと待って。えっと、待ってね。待ってね。A ターム、A ターム関係ない。バッテリー、乗ってない。わからない。ちょっと待って。うーんと、戻ります。 はい、さっきとね、同じ動画動画、同じ動画、同じ動画、どこか、ちょっとね、ちょっと、ちょっとだけ、ちょっとあのー、ちょっと下がった時に、ちょっと見えるから、ちょっとその時にじーっと見てみましょう。じゃえ、50? え、64?64?64?64?64 64? 64? 64でした。<music> はい、というわけで、えー、高画質の場合、56%。低画質の場合、64%ということで、約10%。約 約うん、10%の差がありましたよと。で、もちろん、このあの10%の差っていうのは、機種とか、携帯の、携帯の機種とか、使い込み方によって、だいぶ差が出てくるかと思います。私が使ってた機種が、ファーウェイの、ホーナート、えー、2016年の秋口に発売された機種ですね。もう3年以上使って ってるかな ?3 年以上じゃないか。まあ、2年半ぐらいか。前の機種になります。これを使った上での結果がこれでした。ということです。今の新しい機種。まあ、私が今使ってる、ファーウェイのメイト10プロっていうものはえ、ゲームボードみたいなものが用意されていて、消費電力を高くする代わりに、まあ、ロード時間とかね、あの、サクサクっと進めますよっていうものが、 作られていたりしますので、まあ、本当に一概には言えないんですが、ちょっとね、今の現状、えー、外に一日出るよとか、今日は家にいるよっていう状況を見て切り替えるのもありかなとは思います。ただ、あの、注意してほしいことがあって、このゲームモード、ゲームモードじゃないか、すいません、画質ですね。テクスチャーの方を、高画質、低画質切り替えるとダウンロードが発生します。 あの、テクスチャーの、えー、その、テンプレートみたいなものを多分変更するんだと思うんですが、サーバーにね、一度つなげて変更するっていうのをやってますので、結構容量食われますので、そこだけ注意してください。はい、えー、っと、推奨設定っていうほどのことでもないですが、まあ、おすすめ。テクスチャーはもう元から低画質。あ今再起動かかっちゃうから、ちょっとやめようかな。うん。えー、っと、テクスチャーは低画質。 で、消費電力はバランス。あ、このバランス変えるだけだと、あの、ダウンロード始まらないんで。まあ、緊急、緊急で、あの、電力消費を抑えたいなっていうのは、これだけでいいかと思います。で、待機モード。これはね、あのー、なんて言うかな。ゲーム中、ちょっと止まっちゃった。あの、戦闘終了して止まっちゃったよっていう時に、10分後に、 えー、ゲームを落としますよとかいう、そういう設定みたいです。まあこれはもう10分ぐらいにしとけばいいかと思います。で、トゥーンシェーダー。あの影とかね、エフェクトの部分なんですが、これはみんなオフでいいと思います。まあ消費電力を抑えて設定するならね。で、えー、っと、プレイガードいう表示とかもいらないかな。クエスト自動ガイド。この辺もね、ちょっとずつ消費電力は使いますので、これも切っちゃう。支えキム切っちゃ えっと、戦闘オプションの方ですが、まあ、スキルカメラ。これはいらない。画面が変に移動すればするほど、まあ、電池もね、食べちゃう、食べちゃう、食っちゃうので。で、レイドパターン通知も。もまあ、いらない人はいらないよと。で、ダメージ表示はできたらオンにすることをお勧めします。で、状態異常アイコンもあれば、まあ、電池はね、食っちゃうかもしんないけども、最低限ね、ここわからないとちょっと辛いなっていうことがあると思うので、これは、 オンにしておいた方がいいかと思います。ただただ、あの、周回するときとかはね、そんないらないよっていう場合は切ってしまっていいと思うんですが。まあ、あと吹き出し表示。これもね、特にいらないかと思います。で、サウンドなんかも私は実は、えー、っと、実際にやるときはオフにしてしまってますが、まあ、これは月々だね。で、えー、っと、通知関係なんかもデータ容量食っちゃうので、できればオフにしようかなっていう感じですね。 で、通信の容量も食ってしまうので、まあ、できるだけ抑えておこうと思います。まあ、こんな感じが一応推奨設定。私のスピルの考える推奨設定ですね。うん。テクスチャだけ今ちょっと推奨になってますが、これも低画質しちゃう。うん。そしたら割と電池持ちます。えっ、ー、と、私の場合ですと、割と、えー、新しいファーウェイのメイト10プロを、えっ、ー、と、ゲームモード、 にせずに使った場合、まあ、一日ゲームし続けるってこともなかなかね、スタミナ足りないからやんないけど、一日ずっと触ってても、まあ持つかなっていう感じです。はい、というわけで今日はこんな感じで、えー、っと、設定の紹介でした。うん、なんか良かった、もし参考になったっていう方、もしくは自分はこういう設定してるよっていう方、コメントいただければと思います。ではでは、えー、チャンネル登録、高評価お待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねスピルでした。また たねー